皆さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。おやびんです。はい、おやびん、はい、今日はですね、私からおやびんのスイングにチャチャを入れるコーナーになっております。何、ガヤゴルフ。ガヤゴルフですねいや、ずっと気になってたんですよ、うん、おやびんバックスイングでトップでっていう話をよくするんですけど、俺が気になるのは、うん、前傾角度崩れてインパクトしてることなんですよ。そこじゃなかったそうなんですよ。で、今回ちょっと前傾角度が崩れちゃう理由について、おやびもしかしてこういうところ弱いんじゃないっていうようなね、お話をしながらね、やっていこうと思うんですよ。いす、はい、ではね、ちょっと小道具準備してやっていこうと思います。小道具、はい、おい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 、はい、うん、小道具準備しました。椅子やん椅子です、うん、でこれでね、今からね、何やるのかといったら、下半身の筋力テストです。ほう、はい、まず座っていただいて、まず座って、はい、で座ったら、うん、じゃあ右足こうやって浮かしてください。右足、はい、でそれで片足で、左足やん、まあ、どっちもいいんだけどはい、片足で、はい、立ってください。スムーズに危ねえはい、座って、これ5回やってみましょうか。OK。 はい、2、3、はい、手はどうでもいいの。手はどうでもいいよ。4、はい、5。あ、右足スムーズだった、ね、意外にできたね。じゃあ今度左足やってみましょうか。はい、どうぞ。はいはい、2、はい、スムーズだったね。3、スムーズだね。はい、おっと、はい、お疲れさん。はい、あ、かん、俺、左弱い。弱い。っていうことが分かる。うん。要は、右足がしっかりと筋力あるけど、左足は体を支えるだけの筋力。うん、今、なかったね。で、これが要は前傾角度が崩れてしまうよっていう、理由にもつながってるわけですね。インパクトぐらいの時に。そう、要はこれ、下半身の先行動作がうまいこと働いてない。ダメじゃん。そう。左ダメじゃん。ではね、ここから、たぶん、打ってってもらいます。はい。で、これが、要は、左足が弱い、ね、肩が落ちる、起き上がり方です。こういう時に限って、落ち上がるんだよ。大丈夫。今のも、いい飛び方してるけど、なったってことは、本来であれば左足関節がこういうふうに蹴られて下がる、でこのキックが弱いから、どうしても受け落ち、右足の方が強いからこうやっていっちゃう、でトゥーダウンしてだったんですね、はい、じゃあこういう人はどういった練習をしたらいいのかと、ね、弱いから筋トレしようと、そういう話じゃないんだよ、あ、ちゃうの単純に右足の蹴りを弱くすればいいんだよね。右足こう蹴っちゃって強くなっちゃうんだから、うん、だこの右足が前に出る動作、膝が前に出る動作を抑えてあげる、この間ショート動画で負けたんだけど、ダウンスイングで、ってやると前に出なくなる、そうちょっと一回やってみよう。ね、こういうイメージ作りをすると、右足が前に出ないから左足も耐えれるようになる。筋トレもした方がいい。もちろん筋トレできたら筋トレもした方がいいですね、はい、ということでですね、まあ、今やったのが左足が弱いパターンです。今回はもう一つ、じゃあ右足の筋肉が弱かったらどういうふうになるんですかというところで、確かに特別ゲストを登場していただきましょう。教授です。はい、久しぶりの登場ですね。今日は右足の筋肉が弱いという代表で来ていただきました。はい、さあですね、その教授どういうスイングをするか見てみましょう。さあではね、教授がどんなような感じでスイングされるのか、
見めっちゃスイング良かったですよね。はい。はい、ありがとうございます。さあ。あの初期の状態で表情してる方は本当ね、あ、調子悪かったなと思ったはずなんですよね。でもやっぱ右足の筋肉が弱い方っていうのはどうしてもバックスイングした時に右足に体重が問題、耐えれないからこうなるんですね。これ直球リバースピボットってやつです。初めて聞いた、はい、でこれを直すためにベストな練習方法、これはね、練習方法というかアドレスで気をつけることです。そう、そうします。狭く？そう。狭くすると、そういう風に対応してあげると非常にいい感じ。はあ。そうするともっともっと安定感出てくる。はい。ということで今回は、右足の筋肉が弱い人、左足の筋肉が弱い人っていう形で紹介させていただきました。ね、もちろん、それ以外もゴルフって体幹トレーニングとかね、いっぱいトレーニング方法はチェック方法あります。でもまず起き上がっちゃう人。ね。トップが安定したい人っていうのは、もしかしたらそういった何かがあるかもしれないので、こういったチェックをやってみてください。はい。ということで本日の動画は以上となります。この動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。